さっきの宝珠院からですね、5、6分歩いたところにありましたね。如意輪寺って言うんですか、なんて言うんですかね。あ、入り口こっちって書いてあるからこっちなんでしょうね。あ、ここ立派な山門がありますね。立派な山門があります。ここ通っていくんでしょうね、きっとね。あ、こっちが入り口です。でも、わ、すごい立派な、失礼します。ということで、ここは思いのほか立派なところでしたね。ちょっと本堂を探して、あ、ここに弘法大師さんがいらっしゃいます。鐘もありますね、ここは。鐘もあります。こちらに、これは違うのか。こちらが本堂、あ、こちらが本堂ですかね。あれ違うな。ちょっと本堂を探して行ってみたいと思います。こっちなのかな。こっちが本堂ってことはない。なんか立派な受付ですよね。あ、こっかな。ここがこちらですかね。はい、じゃあこちらで、あ、お線香炊くとこもありますね。じゃあこちらでお参りしたいと思います。はい、今こちら本堂でですね、お参りをさせていただいて、本堂の左手ですかね、玄関がありまして、祭務をしたらこの御朱印書をいただくことができました。これが35番目ですね。なので、もう一つ先に近くにあると思うので行ってみたいと思います。ありがとうございました。